ということで、ノーマンズスカイの方を続きからやっていきたいと思います。で、アトラスステーションを出た先に、このモツカオリベトっていうね、よくわかんない星があるので、まあ、ここに向かって行って、あれですね、ワープセルを作っていこうかなと思っております。で、ワープセルを作るために必要なものが、まずサスペンション液。まあ、炭素をね、いっぱい集めろと。うん。まず炭素をいっぱい集めろって話で、その次に、まあ、プルトニウムは、まあ、それなりにあるし、どっかの惑星にもあるだろうという感じですね。で、反物質は、そうだね、ヘリジウムと亜鉛。亜鉛がちょっと少ないかな。ヘリジウムも、そこまで、多くない気がするな。そうだね、亜鉛もヘリジウムもそこまで多くないので、ここもいろいろ集めていかないといけなそうですね。で、最後にパワーセルなんだけど、これはタミウム9はそこまでないか。うん、タミウム9は結構少なめなので、この宇宙空間で取っていきましょう。これは対戦、宇宙専用の武器なので、こっちへ破壊して、そう、こういうところをね、前も説明したような気がしなくもないけど、破壊することによって、タミウム9がね、手に入っていくっていう感じですね。宇宙空間のこのスペースデブリといいますか、なんというかこうね、飛んでるね、こう石をね、破壊しますと、こういろいろね、タミウム9が手に入ると。いろいろタミウム9が手に入るってのはちょっと語弊があるけども。イリジウムもあるんだね。でもイリジウム使うかな？まあ、あればいいか。あればあるだけいいっていう話でもないけども、まあ、ある分にはいいか。なので、もう乱雑に打ってね、タミウム9をこう乱獲していきます。これ。モツカオリベトに向かっちゃいたいと思います。ということで、パルスドライブ実行で、この星で、まあ、あれだね、ワープドライブ、ハイパードライブだっけ、そうだね、ハイパードライブの燃料を 100% にして、とりあえずそうだな、2つぐらい余分にこうハイパーパワーワープセルか、ワープセルを作って持っておきたいなっていうのはあるけど、このモツカオリベトがってどんな星なのかっていうのがね、まず問題ありますよね。そこにね、問題がありますよ。ここにヘリジウムがないとかそういうことだったら、全くもってここに来た意味はなくなってしまうので、さて、これはなんだ、これは鉄かエメリルかどっちかだな。宇宙船じゃね、壊せないんですよね。エメリルか。これはどうだ？これはヘリジウムがちょっとなさげっていうか、なんか、ところどころに赤いのがあるけど、これ炭素なんだよね。どうせ、草が赤く見えてるだけなんで、プルトニウムが豊富っていうわけでもないんでしょうね。ヘリジウムか。あれ、この変な棒状のやつってヘリジウムだっけ？さて、おーっとっとまた変な場所に降りたな。モツカオリベト、あ、これヘリジウムっすね。なので、これヘリジウムは回収しちゃいます。ヘリジウムがっつり使うんで、ヘリジウムをこう回収しつつだよ。ヘリジウムを回収しつつ、今後必要なものがあるかどうかってのを確認もね、していかないといけないですね。よいしょ。だいぶこのレーザーも長くオーバーヒートしないで使えるようになっているので、ありがたい限りですけども。で、あと炭素も取りたいな。これは炭素なのか。おお、ミスった。ああ、そうだね、これは炭素なので、もうがっつり集めましょう。炭素はめちゃくちゃ使うんでね。よし。もう、このよくわかんねえ、なんか赤大根みたいな。赤丸大根みたいなやつを、どんどんえぐっていきましょう。
まあ、とりあえず、必要なものを作ってみようかな。アイテムを作成する。サスペンション液をいくつか作っておきましょう。うん。で、ここからさらに、電子ガスを作ります。電子ガスで、一つ空いたからサスペンション液も作っちゃおう。で、もう一回電子ガスで、そっからの、半物質ですね。半物質を足りるかな。亜鉛が、そうだ、亜鉛がやばそうなんだっけ。半物質でしょ。半物質あといくつ作れるかな。お、でも4ついけるか。4ついけるんだったらもう全然作っちゃいたいけど。あー、やっぱ亜鉛が足りなくなりましたね。なので、作れる分で、そうだね、ワープセルを作っちゃいましょう。ワープセルも、あ、タミウム9は全然足りるので、いいですね。で、まあ、とりあえず、ここで、またサスペンション液は作っておきましょう。で、電子ガスも作っておこうか。ちょっと待って、ミスりまくり。電子ガスも作って、で、うん。5つで確かあれだから、プルトニウムも集めないと。結構、プルトニウムも多くないからな。プルトニウム、ああ、もうほとんど使ったね。やばいやばい。これはあんまりよろしくないので、プルトニウムも、あれですね、ちょっと、頑張って集めていかないと。ちょっとアトラスストーンが入らなくなる、これ。オメゴンとかもういらないよね、正直。よし、ということで、3つ分ゲットしましたね。で、亜鉛を探さないといけないんだけど、亜鉛があるかって言われると、この星ちょっと微妙だよね。あるわ。あんなところにある。微妙とか言った矢先に出てくるとか、結構あれだな。ありがたいというか、なんというか、空気を読んでないというか。よし、これが最後だな。ということで、近辺にある亜鉛は、ある程度こう取り尽くしたかなと思います。うん、アイコンないよね。うん。まあ、歩いて、全然行って問題ない距離の亜鉛は全部取り尽くしたと思います。てか、ここら辺、もうなんか、あんま、いらないから、売っちゃってもいいよね。宇宙ステーション行った時に売っちゃうのもありだなと思いつつ、で、電子ガス。まあ、サスペンション液作って、これでまた電子ガスを作りの、そうだね、半物質。この半物質がね、あれだね、作るのが意外と材料がいるっていう感じですね。で、半物質まで作っちゃえば、あとはもうなんか、楽。もうめちゃくちゃアイテム減るな。うん、プルトニウムがまたあっという間になくなったけども。で、これでワープセルを、プルトニウムをね、宇宙で取れたらすげえ楽なんですけど。うん。まあ、こんな感じかな。で、まあ、鉄とかもそんなに、もう今使う感じではないからな。ヘリジウムとか、まあ、燃料系に使うものをこう、集めておきたいっていう感じがあるよね。チタンとかも多分そんな使わないでしょ、もう。新しいテクノロジーが手に入りましたとか、そういうことももうほとんどないしね。悲しい話ですけども。さて、で、一応、欲しい分だけは手に入りましたね。プルトニウムはちょっと心もとないけども、プルトニウムは、この星はあんまりいっぱいある雰囲気ではないので、ちょっとここら辺のね、プラチナも取って後で売りますけども、プルトニウムはプルトニウムで、また別途他の星に行った方が、まあ、見つけやすい感じがしますね。なので、炭素はね、植物あればどこでも取れるので行っちゃいましょう。さあ、ということで、同じ星系内にあるクビーリスクルアイトにやってきました。なぜかっていうと、まあちょっとね、あれですよ、プルトニウムがほとんどないので、それを回収しに来たっていう。おっと、行った。なんだやばすぎだろ今の。うん、そのね、プルトニウムを回収しに来たっていう感じではありますけども、
ここもどうなんだろう、プルトニウムはいっぱいあるのかな。プルトニウムがないんであればここに来た意味は全くなくなってしまうんですけれども、どうだ、赤い柱が立ってるかどうかってのがね決め手ですけど、これは多分、ああ多分ゲックがいる星だな。なんもなくない？マジかよっていうレベルでなんもなくない？これ大丈夫？この星ダメ？もしかして。あ、でもこの洞窟の中になんかありそう。そして多分これシリケトが、あ、あるあるある、いっぱいあるいっぱいある。よしよし、オッケー。じゃあまあこれぶっ壊して、あ、そういえばこれあれだ、あのマシンガンじゃないと壊れませんね。そういえばやったぜ。でプルトニウムを手に入れればもうこっちのもんですね。こっちのもんですよ。まあとりあえずなんかエメリルとか集めて金策にしましょう。まあ金ももういらないけどね、正直。正直そんな金もいらないけど、まあとりあえず集めておきましょう。何これ、不明って何、ちょ、キモっ、ね、えっ、なんか開いた。あ、うわー眩しい。なんだこれ、アルブミンパール、パールが取れた。なんだ、そしてパールを取ったらめちゃくちゃ攻撃される。なんだそれ、何、取っちゃいけない系だったの、アルブミンパールは。まあでもなんかいっぱいあるから取っちゃうけど。あ、出た犬。とりあえずスーツアップグレードはしておきましょう、お金いっぱいあるから。うん、よし、オッケー。アルブミンパール取っちゃいけないのか。多分この整形ではあれでしょうね、あのもう指名手配された感じになりましたね。まあもらっていくけどね。お前らなんて敵じゃねえ。おお、いた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 。どういう方向に撃ってんのか全然わかんねえけど。ああでもアルブミンパールみたいな、何に使うのか全くわかんないものがいっぱい出てきますね。これもう取れるだけ取ってこ、もうどっかで売ろう。あ、やべ、じゃあ宇宙船に送ろう。やばいやばい、あんまり調子乗ってると死ぬからな。であとこれだけ手に入れて、よし、じゃあ宇宙に脱出しようかな。あ、待って、あれ欲しい。もう逃げろよっていう話ですけどね、戦うんじゃねえんだったらもう逃げろよって話なんですけど、やっぱね、新しいアイテムを見つけたらテンションが上がっちゃうのは皆さんもご存知の通りだと思います。で、とりあえずプルトニウム結構回収できたので、つってもまああっという間になくなりそうだけど、そうだね、燃料系以外は全部売っちゃってもいいかなっていう気はしちゃうね。よし、じゃあ一回宇宙に飛び出しちゃおうか。宇宙に飛び出して、あの宇宙ステーション本当に今回はもう一回向かっていきたいと思います。さあ、ということで宇宙ステーションに到着ですね。宇宙ステーションに到着です。で、なんか宇宙でね、あのスキャンしたらなんか遺跡見つけたんですけど、まあもう遠くに行く必要もないでしょう。言語を学ぶって言ってもアトラスステーション行っても変な泡みたいなの踏みまくれば勝手に手に入りますからね。で、これは何なんだ。羽化までに長期間を要する種族の卵の中で数世紀かけて生成された宝石の原石。ああまあだから普通にあれだね、あの真珠みたいなそういう感じなんでしょうね。近づくと光るあのグラビティのボールもそうですけど、もう何なのかわかんないっていうね。さあ、ゲックと会ったけど特に話す必要もなさそうだな。でアトラスパスみたいなのがね、もう全然手に入んないのはなんでなのかっていう、そんな気がしますけども。で売るべきものはまずはエクソスーツプラチナ売っちゃいましょう。でシャウト増強剤もいらない。鉄は使うかな、銅もいらないね、銅もいらない。でエメリルもいらない、うん、エメリルもいらないね。で亜鉛とヘリジウムは使う。でチタニウムが、あ、チタンはあれだな、亜鉛の代わりにいろいろ燃料になるからまあ持っておきました。でプルトニウムはもちろん必要で、アトラスストーンはちょっとね、これ多分こう表示されてるってことは売ってるってことなんでしょうけど、クソ高えんだろうな。でアルブミンパールも売って、であとは宇宙船だね。
で、イリジウムも特にもう必要なさそうです。いらない。オメゴンも売っちゃう。で、金もいらない。金もなんか作るぐらいしか使わないからな。で、クライストナイトも半端なのでいりません。アトラスストーン9個ものすごい値段だけど、そこまで金に対する執着がないから、よし、じゃあこれ で金もね、300万と結構高額になってきたので、ん？これアトラスストーン買っていいの？買えなくね？買えるの？あ、金が全然足んねえ。めちゃくちゃ高えじゃん。500万で1個か。そういう感じなんですね。まあ本当に金持ちが買うっていうレベルでしょう。よし。で、ね、今回はね、どうしよう。ここら辺で一応終わりにしておこうかな。あ、船。まあ、船がいるけど、もう特に欲しいと思うのは外見がいいものぐらいだから。なので、そうだね。ちょっと整理するか。アイテムを整理しましょう。チタンとかもな、宇宙船に全部積み込めれば全然楽なんですけど。まあ、こんな感じにしとくか。まあ、鉄も何かと使うんじゃないかということで、まあ、こうやってね、取ってありますけども。よし。で、これで結構スッキリしたんじゃないでしょうか。タミウム9とアトラスストーンしか乗ってないけどね、もうこの宇宙船。で、まあ、次回からまたアトラスストーンを探しに行きたいと思いますよ。なので、今回はね、ここら辺で、まあ、久々の宇宙のね、惑星探索をしたということで、終わりにしておきたいと思います。ということで、続きはまた次回。それじゃ、またね。